さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。突然ですがシュラミちゃん、プラモデルって作ったことありますか？ああ、ちっちゃなパーツをたくさん切って作ったことあるわよ。じゃあ、パソコンって作ったことありますか？え、パソコンは作ったことないかも。このチャンネルのアシスタントなのに、パソコン作ったことがないなんて。いやだってパソコン作るって大変そうじゃない。なんかいろんなパーツがあったり、電子機器出し壊したらどうしようって。でも実は自作パソコンってそんなに難しくないんですよ。え、そうなの？はい、なので今回は、MSI さんより自作パソコンパーツをお借りしたので、私なりに初めての方でも作れる自作パソコンをやっていきたいと思います。私でも作れるようになるかな？そんなに難しくないので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで今回の動画は、自作パソコンのためのパーツ紹介、パソコンの組み立て方、起動から Windows のインストールと性能テスト、グラフィックボードと簡易水冷について、最後にまとめとなっております。なんか難しそうね。大丈夫大丈夫、それでは早速行ってみましょう。それではまず最初に、パソコンを組む前に必要なものと、あったものが良いもののご紹介です。まず必要なものはこちら。ドライバーになります。こちらは様々なところでネジを締めたりするので、ドライバーは必須となります。またネジが小さいものもあるので、できたらこちらのような精密ドライバーみたいなのがあると、より良いかと思います。ちなみにこのドライバーなんですが、磁力がついているものだとネジを締める際も外す際もネジを落とすことがないのでとても便利です。続いて必要なものはこちら。ハサミとニッパーとペンチですね。こちらはテープや袋を切ったり、ペンチは後ほど出てくるケースのスペーサー等で使用するので、あると便利ですね。必要なものはここまでになります。え、なんかいっぱい写ってるけど。あとはあると便利なものになります。こちらの静電気防止手袋については、パソコンパーツは静電気に弱いので、あるといいかなと思います。え、普段あんたが使ってるところ見たことないんですが。何の話でしょうか。でも残りの結束バンドやマスキングテープはあると便利なものですね。あとここにはないんですが、ネジを入れられる小物入れや、ブロワーと呼ばれるホコリを飛ばすものがあるといいですね。ふむふむ、なるほど。では続いて今回使うパソコンパーツたちを紹介していきます。シュラララ。ではまず最初に CPU のご紹介です。今回はインテルコア i5-10400 という CPU を使っていきます。CPU は主にインテルと AMD の2種類があるんですが、それぞれにいいところがあるのでどちらでもいいんですが、次に紹介するマザーボードというパーツがそれぞれのメーカーにしか対応してないので、それに合わせて購入する形となります。なるほど、インテル向きのマザーボードで AMD の CPU は使えないってことね。ですです。それでは CPU について説明をしていきましょう。こちらのコア i5-10400 という CPU ですが、6コア12スレッドで、6コア12スレッド。CPU っていうのは簡単に言うと、パソコンの脳みそになります。この脳みそが1個で1コア、2個で2コアと、脳みその数が増えれば増えるほど仕事をしてくれる部分は増えていきます。さらにスレッドっていうのは、この脳みそたちに腕がもう2本あったら作業効率が倍になるって感じですかね。変な例え。で、ベースクロックが 2.6GHz、ターボブーストが 4.4GHz となっております。こちらはこの脳みそたちの働く速度ですね。それから内蔵グラフィックがついているので、グラフィックボードという映像出力、処理を行ってくれるパーツがなくても、映像を出力することが可能となっております。ふむふむ。では続いてのパーツのご紹介です。マザーボードになります。こちらは MAGB560M モータル Wi-Fi というマザーボードとなります。インテル10世代、11世代対応のマザーボードになります。マザーボードっていうのは例えるなら体。いろんなパーツを乗せる部分なので間違っていませんが、例えるなら、神経が近いかもしれませんね。神経？このマザーボードに全てのパーツが取り付けられて、このマザーボードを通していろいろと情報伝達等をするので、神経が近いかなと思います。まあ表現として正しいかわかりませんが、そしてこちらがマザーボードに含まれる付属品となります。先ほどドライバーが必須と言ったのですが、こちらのマザーボードには、ドライバーが付属されておりました。おお、これだと初めてパソコンを作る人でも安心ね。ですね。あとは Wi-Fi のアンテナもついており、こちらのマザーボードだとインターネットも無線で使用することができます。続いてマザーボード本体も見ていきましょう。こちらはインテル第11世代対応のマザーボードになります。大きさはマイクロ ATX サイズとなっており、通常の ATX サイズよりもコンパクトなマザーボードとなっております。で、今静電気防止袋からマザーボード本体を出してるんですが、
本的にマザーボードの裏面はかなり凹凸しており、小さい部品が尖っていたりするので、このようにマザーボードの箱の上に袋を敷いて作業したりすると安全に作業をすることができます。そしてこちらが CPU ソケットと呼ばれる部分になります。インテル製のマザーボードは LGA ソケットと呼ばれるマザーボード側にピンが生えてるソケットを使用しています。こちらのピンは、今回の場合1200本あるんですが、ピンが折れたり、曲がったりするとパソコンが起動しなくなったりするので扱いにはご注意ください。すごい細かいピンが並んでるのね。ですです。今回は詳しく説明しませんが、CPU 側にピンが RPGA ソケットっていうのもあります。ではこちらのマザーボードについてもう少し説明をしていきましょう。シュラララ。少し難しい話になるんですが、こちらのマザーボードは、インテル11世代対応と言ったんですが、インテル第10世代 CPU にも対応しており、また M.2 オートスイッチ機能により、複数の M.2 を同時に使用することができます。また MSI500 シリーズでは、インテル第11世代 CPU を使用すると、PCIe スロットと M.2 スロットの両方で最新のライトニング Gen4 に対応することができます。つまり、M.2SSD の読み書きが、めちゃめちゃ速くなるってことですね。なるほど。ヒートシンクもかなり強化されてるみたいで、ハイエンドな CPU でもしっかりと熱を放熱してくれるみたいです。高速な 2.5G LAN とインテル Wi-Fi 6E が搭載されていて、高速なネット環境にも対応してるみたいです。ではパーツ紹介に戻りましょう。続いてはストレージになります。今回はクルーシャル P5 1TB のものを使用します。M.2SSD はマザーボードに直接させるので、余計なケーブルもいらないので便利ですね。あ、ちなみにストレージは記憶装置になるので例えるなら、机とか棚とかをイメージするといいかもしれません。いろんなデータを収納できる場所ってことですね。サイズが大きければ大きいほどたくさんのデータを収納できます。では続いてはメモリになります。今回はクルーシャルのバリスティックス 32GB を2枚使用します。一般的な使い方をする方は、ここまでメモリの大きいものは必要ないかもしれませんね。32GB が2枚ってことは 64GB ですね。メモリは例えるなら計算する力ってところですかね。なので計算する力容量が大きければ大きいほど早く計算をしてくれます。ただ大きすぎてもその力を存分に発揮できないので、使用用途に見合ったメモリ容量を用意するといいかもしれません。だいたいどのくらい？それはまあ使い方にもよるので何ともですが、だいたい 16GB から 32GB ぐらいあれば事足りるかなと思います。まあ、用途にもよりますが。では続いて電源になります。こちらは MPGA850GF という 850W の電源となります。こちらの電源はフルプラグイン式となっていて、使用する電源のケーブルのみさせば使えるので、余分なケーブルを必要としないのでいいですね。ちなみに電源を例えるならば心臓ですかね。この電源から各パーツに電力供給をしてくれます。なので、電源が小さいと各パーツに流れる電力供給が少なくなり、それぞれのパーツが 100% の性能を発揮できないなんてこともあります。パーツの組み合わせにもよりますが、大きめの電源を用意しておいた方がいいかと思います。では最後に、こちらが今回使うケースになります。ケースは MAG 版 PILIC010X というケースを使用します。ちなみにケースは例えるなら、洋服とかファッションですかね。中のパーツたちを埃や汚れから守ってくれたり、またケースによってはかっこいいものから面白いものまで様々なので、この辺が例えになるかなと思います。ただ最近はエアフローと呼ばれるケース内の空気の循環等もいろいろ話が出てたりするので、洋服とかだけでもない気がします。まあ可愛いケースとかにもしてみたいしね。では続いてパソコンを作っていきましょう。シュラララ。それでは早速組み立てていく前に、今回は先ほどご紹介した静電気防止手袋を装着してやってみたいと思います。普段絶対つけないのに。ではまずはマザーボードにいろいろとパーツをつけていきましょう。最初は CPU を取り付けていきます。CPU に切り欠きがあるので、それに合わせてマザーボードに乗せます。なるほど、絶対入る方向が決まってるのね。そしたらカバーを閉めます。レバーを下げるとソケットカバーが取れます。では続いて CPU グリスをつけていきます。マスキングテープをして、ヘラ等でグリスを伸ばすと綺麗に塗ることができます。グリスは多すぎてもダメなので注意です。そしたらその上にリテールクーラーを乗せていきます。こちらはプッシュピン式なので押し込むだけで取り付けられます。これは慣れるとかなり簡単にできます。では続いて M.2SSD を取り付けていきます。ここのヒートシンクのネジを外して、
取り外します。ヒートシンクの裏に、サーマルパッドがあるので、M.2SSD についているシールも外していきます。ただ、こちらのシールは外すと保証が切れたりするので、外す場合は自己責任でお願いします。そしたらマザーボードに取り付けて、ネジで固定します。続いてメモリをつけていきます。メモリにも切り欠きがあって入る向きが決まっております。またこのマザーボードは最大4本させるんですが、今回は2本なので、CPU 側から数えて2番目と4番目にメモリを挿していきます。それでは先ほどまで組み上げたパーツをケースに入れていきます。ケースに入れたらケースとマザーボードをネジで固定していきます。そしたらケースに付属している USB や電源スイッチ等をマザーボードに接続していきます。この辺挿したりするの難しそう。電源スイッチと LED のところだけは説明書等を見て気をつけてもらえれば、それ以外は基本的に刺さるところにしか刺さりません。続いて電源を入れていきます。このケースは電源の隣に 3.5 インチのハードディスクなどを2枚入れるスペースもありました。そしたら電源ケーブルをマザーボードに挿して、こちらが24ピンの主電源で、左上に CPU の補助電源をつけて、蓋を閉めて、マザーボードに HDMI ケーブルと、電源をつないだら、完成となります。なんか組み立てシーンめっちゃ早くなかった。それでは早速起動させてみましょう。シュララ。それでは早速つけてみましょう。スイッチオン。あれ、動かないわよ。最初の起動なので少し待ってみると。あ、ファンが回り始めた。はい、とりあえず無事起動しました。今表示されてるのが UEFI 画面と呼ばれる、マザーボードに保存されているプログラムになります。それではこちらに Windows を入れてみました。せっかくなのでこのままシネベンチ R23 という CPU の性能テストをやっていきます。長いので映像は3倍速でお送りしております。結果は、マルチが8325でシングルが1403、CPU の最高温度は80から83度でした。こちらは設定等で特に高パフォーマンス等に設定せず全てデフォルトの状態でやっております。せっかくなのでこのまま内蔵グラフィックを使ってゲームをしてみました。フォートナイトですね。設定は 3D 解像度と描写距離だけマックスにして、残りは全て最低設定にしてあります。左上の D3D11 ってのがフレームレートなんですが、30fps を下回る感じですね。建物内での戦闘も 30fps 前後を推移してます。まあゲーム自体はできないことはないんですが、快適にできてるか、と言われると、少し厳しいかなと思いました。設定で CPU の性能をさらに上げることもできるみたいですが、初めてパソコン組む方がいきなりそういった設定はしないかなと思って今回はデフォルトでやってみました。せっかくなんで Apex もやってみたんですが、降下前に画面が固まってしまい、そのままエラーになって、この後も Apex をすることができませんでした。この CPU のままできるゲームもたくさんあるんですが、さすがに快適に、とまでは言えないので、こちらのパーツも追加していきたいと思います。GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio と、MPG Core Liquid K360 になります。左側はグラフィックボードと呼ばれる映像出力のためのパーツと、右側は簡易水冷クーラーと呼ばれる CPU の冷却装置になります。では取り付け方ですが、ラジエーターにファンを3つ取り付けます。ケースのフロント部分にラジエーターを入れます。ラジエーターをネジ止めします。水枕と呼ばれる部分を CPU の上に乗せてネジ止めします。動画には入ってないんですが、この水枕を取り付けるためのバックプレートがマザーボードの裏に入っています。簡易水冷が取り付けられたらグラフィックボードを取り付けていきます。このグラフィックボードかなり大きいんですよね。はい、入りませんでした。実はこのケースで今回のこの組み合わせだと、グラボが入らないんですね。説明書とかにそういう場合もありますって書いておいて欲しかった。はい、なのでファンをケースのフロント側に取り付け直しました。これならきっと入ってくれる。そう信じて。かなりギリギリではありますが、とりあえず入れることができました。ケースや他のパーツとの組み合わせで、そのパーツが入る入らない場合などもあるので、初めて買う方などは注意が必要ですね。私なんかの本当に知らない人だと困っちゃうわね。そうですね、実際にパソコンショップの店員さんとかに相談してみるのもいいかと思います。それでは起動させてみましょう。シュララ。
スイッチオン。あ、簡易水冷とグラボが光って綺麗ね。はい、それでは UEFI の中に入って、こちらの CPU クーラーチューニングという項目の中でウォータークーラーを選択します。先ほどリテールクーラーの際に全てデフォルトでやりましたと言いましたが、リテールクーラー使用時でもこちらの選択ができるので、そうすると先ほどよりも高い性能が出たりするみたいです。ということでシネベンチ R23 をやっていきたいと思います。先ほどと同様に3倍速でお送りします。結果はこちら。マルチが10076、シングルが1393、最高温度は63度から74度となりました。リテールクーラー使用時に比べるとマルチはかなりスコアが上がりましたね。では続いて新しくなった FF14 ベンチマークもやってみたいと思います。こちらも3倍速でお送りします。結果はこちら。全ての設定で非常に快適判定をもらいました。ちなみに内蔵グラフィックでやった結果、さすがにゲーム系ベンチはきつかったみたいです。オーライお姉ちゃんベンチもやってみましたが、フル HD の高品質で10288のとても快適判定でした。じゃ、またね。続いてはフォートナイトもやってみました。画面右側はグラボ付き、左側は内蔵グラフィックになります。設定は先ほどと同様に 3D 解像度と描写距離だけマックスにしてます。高画質から明らかに性能差が出てしまいましたね。室内戦闘状況も見てみましょう。こんなに違うもんなんですね。続いて Apex もやってみました。設定はモデルディテールだけ高にして、あとは最低状況にしました。上空でもかなり高い数字が出ています。高火事もっと落ちるかと思ったんですが、むしろ高すぎてびっくりしました。続いて戦闘シーン。いや、フレームレート高すぎてびっくりしました。ちゃんぽんも取れました。はい、ということで今回は初めてでも安心自作パソコンを作ってみようでした。シュラミちゃんどうだった？まあパソコンのパーツさえあればなんとか作れそうな気もするわね。細かいケーブルとかあって作るのに自信がない方もいるかもしれませんが、意外と作ること自体はそんなに難しくないので、ぜひ機会があったらやってみてください。ということで、いつも皆さんありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけんポン。またね。